party, I'll go crazy. ドミネーションをプレイしたいと思います。マップはライオットに乗ります。はい、頑張るぞ。このマップも初見なんでね、まだ一度もやったことがなくて、今回がね初めてのマップに乗ります。今回もねバルーンに並びてみようと思います。ちょっとミュートで。ちょっと間に合わかったか。本当はね、あのチームデスマッチとかでね、全部マップやプレイしてね、慣れてからの方が本当はドミネーションは本当にいいんだけどね。ちょっと今回の透明人間持ってきてるんでね、ね、透明人間いいでしょ。これ使えるよ。これ名前なんかあったかな、ちょっと忘れたんだけど。あ、このマップ面白いわ。いけ、よし、ナイス。エチェクション、暗いやがれ。お、すごい下にんじゃねえか。これ透明人間、透明人間名前わかんねえから、とりあえず透明人間っていうことにしといて、いいかな。トミー人間落ちてったか。アメリカ高い。チクション何キルかい。3キルかい。トミー人間ドライブレイ。これ透明人間かなり強いよ。これ透明人間、よし。透明人間ちょっとやっとこうか。ダメかい。透明人間ちょっとやっとこう。ハマるわ、これは。あ、いけねえのか、ここ。ここ B はここなんだな。ちょっと。ちょっと面白いよ、これは。このマップも面白いじゃねえか。透明人間。これ。マイオンライン。ウィニンな。ちょっと B 難しいな、これ。ここな結構な蜂の巣状態じゃないか、これ。プレイ透明人間、ここじゃない。このゲームね、あのピョンピョン跳ねた方が勝つよ、絶対絶対有利だって。あの逃げやすく、あの逃げたりもできるんでね、これ。これ透明人間がちょっと、負けちゃった。これ面白いな、しかし。透明人間とけ。後ろにいたの。
いつもより飛び跳ねております。下かい、下にいんな、あ、上にいんな、うまいで、ガンマ近い、時間ねえからな、ちょっと成績はどうなのかな、これ、このマップ面白いけどね、アンパンマン。アンパンマンのカスタムエンブレムどうやって作るんだこれ。このマップ面白いけどね、難しいかなり。ここだな。どこだい。わかった。行け。なんじゃ今の。ちょっと間に合わなかった。ここなんかなんだ。ここ刑務所か。このマップめちゃくちゃ面白いじゃないかこれ。このマップ面白いで。上にいるのか。よしよしよし。パンチで俺を倒そうとしたのか。おい肉様だよ。いねえな。ビートレールちゃうかい。ダメかい。ちょっとよ。なんじゃこれ。めちゃくちゃ面白いよこれ。いいかこれ。本人な。透明人間。フラフかい。ちょっと B を取っていきたい。B は難しいんだよな、ここな。よしよし。B 行けるんじゃないか。どこだい。ちょっと救援物資出しとこう、ここに。あ、間違えた。よし、ここに救援物資をちょっと透明人間です。救援物資よしよし。リモートアークを2つ切るぞこれ。あ、ちゃう。運搬あれ、いねえぞ。これなんじゃい。あ、偵察ドローンか。こうやってやるんだな。ちょっと難しいな、中はな。よしよし。ダメかい。あ、
あの偵察ドームっていうのちょっと難しいな。Incoming enemy care package. Securing B. Enemy taking alpha.上かい。味方かい、ごめん。ごめんよ。行くぞ。ダメかい。負けかい。今回の成績はね、12キル21です。3キャプチャー、1防衛、スコア1575でした。12キル21です。3確保、1防衛、スコア1575でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。難しいな、ここは。面白いけどね。慣れが必要だ。お、3等軍曹、ラスト14、お、そして新しいエンブレム。お、サプライドロップをゲットしましょう。早速ね、行ってみようか。オープン。何が出るかの。お、モーズ。お、すごい。追加物資エン リミテッド XP2 倍の有効期限プラス10分。モーズ、プロ、ペン、な、わけ、なんて読むんだ。なんて読むんだいこれ。ペントラトアプロフェッショナル。ボルトアクションレールガンプラスタイコンハンドリング救援物資エリート。次のマッチ開始6分後に S 級物資4レベルスコアストリークまたはマッチ級持続するパーツ。ちょっとこれ使った武器はね、 S アサルトライフルのバルニーガナにアタッチメントはターゲットエンハンサー、フォアグリップ、パラボラマイク、セカンダリーウェポンはコンバットナイフ、ワイルドカードはメインガンファイター、パーク1はライトウェイト、パーク2はペリフェラル、パーク3はタフネス、 EXO アビリティはクローク、 EXO ランチャーはセムテックス、スコアストリーク1は UAV、 スコアストリーク2に機動救援物資、スコアストリーク3はリモートターレットというカスタムでやってきました。